西明日香は、日本の女性声優。兵庫県出身。シグマセブン所属。アミューズメントメディア総合学院卒業。中学、高校の6年間は吹奏楽部に所属し、中学、高校ともに部長を務めフルートを担当していた。2007年、専門学校在学中に、第2回シグマセブン公開オーディションに、大木明日香、田丸淳、淵上舞らと共に合格する。2008年、専門学校を卒業し、シグマセブン E 所属となる。2009年、テレビアニメ、軽音でアニメに初めて出演する。2013年、ネットラジオ、スクエニちゃんの企画によって、秘書検定3級資格を取得。2015年4月、シグマセブン E からシグマセブンに移籍。2016年2月、日本ふんどし協会、ベストふんどしスト賞2015を受賞。2016年4月、公式サイト、公式ツイッターを開設。2016年10月、自身初の写真集、ウエストサイドを発売。シングル、ハニーフェイスでアーティストデビュー。2017年2月11日自らのバースデーイベントにて、セカンドシングルの発売が発表され、同年10月25日にセカンドシングル、ドキドキしちゃう、ドッキドキが発売された。2021年4月1日、ツイッターにて一般男性と入籍したことを発表した。ナレーターを素敵な仕事だと感じ、それが声優を目指すきっかけになったと語っている。憧れの声優には、皆口優子の名前を挙げている。年齢非公表だが、本人は実年齢のヒントを口にしたり、時々実年齢を言ってしまっては、あ、また言っちゃったと半分ギャグにしている。趣味は犬と遊ぶこと。実家でチョコという名前の犬を飼っている。ただし本名では呼ばれずチョッピーという愛称が多用される。テレビアニメ、須崎西ザアニメーションでは自らチョッピー役を演じた。また、2018年秋頃から自宅で新たに豆太という名前の犬を飼っている。特技はフルート演奏、水泳。好きな食べ物は牛乳と田舎のいちご。嫌いな食べ物はナスとキュウリと生魚。さらに、エビアレルギーである。ミスター・チルドレン、スーパーフライ、YUKIの音楽を好んで聴く。誕生日に小松美香子からふんどしをもらったことから同業者へ、ふんどしの普及に努め、日本ふんどし協会、ベストふんどしスト賞2015を受賞した。仲の良い声優として、須崎彩や、ユニットローダンスのメンバー、三沢幸香、明坂里美、大橋彩香、荻野花凛、大久保留美、荒川美穂、大木明日香の名前を挙げている。また、佐藤里美を心の姉と称している。特に、須崎とは、ラジオ番組、須崎西で共にパーソナリティを務め、また、事務所の同期である、田丸淳も加えて、LINE のグループを作ったり、飲みに行ったり映画を見に行ったりするなど、非常に仲が良い。太字はメインキャラクター。はインターネット配信。ありがとうございます。